読んじゃいましょうか。いや、ほんとやっぱ空爆のこの回転数よ、回転数。高スコア呼ぶより全然いい。どうも皆様、こんにちは、グリードです。いや、皆さん、エクスプレスがね、追加そろそろされるみたいです。3日後、2日後 ?3 日後ぐらいかな、おそらく。いや、エクスプレスね、僕も BO2 のマップで、まあ、楽しみではあるんですけど、リーグプレイ、リーグプレイはどこに行ったんですかね。リーグプレイ出すっていう話は、まあ、シーズン1中とは言ってましたけど、もうこれね、マジでシーズン1が終わる時に出てくるよね、これ。予想さあ、というわけで今回はね、ですね、スコアストリーク、コールドで僕が、今のところね1ヶ月近く使ってて、まあ、ベスト公開マッチで使う分にはベストスコアストリークだなと思ったんで紹介していきたいと思います。さあ、まずアーティラリー、砲撃ですね。砲撃と巡航ミサイルで、最後にハープですね。今作はね、やっぱりね、最後の方の V トールとかね、ガンシップはね、やっぱどうしてもね、すぐ落とされちゃうんですよね。こうエアパト積んでる人が多いので、まあそういう高スコアストリーク使うよりも空爆をねガンガン回した方が結構キルが取れる印象ですね。あとハープもエアパトールで壊されたりももちろんするんですけど、でもやっぱりね、移った時っていうのはまあ強いですよ。やっぱり連続キルしやすくなります。もう敵がね常時ミニマップに移ってるっていうね、短い時間ですけど、ハマった時はね、ほんとことんハープ強いので、やっぱり僕は積んでおきたいかなっていう感じですね。というわけでやっていきましょう。クリエイターコードのグリードもぜひよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。今日はね、久しぶりにクリグ来ていきましょうかね。まあ、クリグはね、なんでしょうね。XM4 と比べて何が違うのかって言われたら、正直僕もいまいちよくわかってません。まあ、海外プロもね、クリグ派か XM4 派かはね、かなりこう、分かれてるのか。いや、でも最近 XM4 の方が多いのかな。おう。でね、僕ね、なぜかね、クリグの方は、こっちのミニリフレックスサイトだっけ?マイクロよりね、こっちの方がね、なんか見やすいんですよね、僕。XM4 はマイクロサイトの方が絶対いいんだけど。なんかね、まあ、ほんと感覚の話なんですけどね。何かこう、ちゃんとした理由があるわけじゃなく、なんとなくこっちの方がいいなっていうだけなんだけどね。なんでだろうね。皆さんどっち派ですかね。さあ、ちょっと弾がねえんだよな。弾がねえんだよな。ちょっと後ろ下がれっかな。こういう時ね、後ろから撃たれがちだよね。危ねえ。回復待って。レイドって弾薬ボックスあったっけ?なかったっけ?あ、でもこれスカベンジャーで回収できたね。まだ右レーンから来そうだな。いいコントロールの回避ですね。さあ、右来ないのであれば全部センターと左だけど、いるね。ナイス。全員左かな?これ。お、1枚だけ右にいるぞ。多分ぐるっと右回ってるから、ここケツ追いかけて。まあこういう感じですよね。で、数空爆1個目溜まりました。よいしょ。じゃあもう呼んでいっちゃおうかな。あそこね、天井空いてるんで。どうだ ?1 枚。もう1個中に呼んでおこうか。全員ポイントいくかなと思ったけど、1人だけこっち来てたね。さあ、リスポーン変われるというか、もうローテの時間なんで、引きつつ、空爆溜まってるから、誰も映らん。あ、そっち脇ノー!やったぜ、ダブルキル。このエリアはですね、このプールから行って、こっちね。この、ベッドって呼んでるね。この建物を進んで、ここ脇?この脇をね、潰した方がいい。こっちの方がリスポーン近いんで。だけど僕今孤立してるんで、ちょっと微妙かな、位置。ここね、あえてちょっと撃たずに行こうか。なんか敵のボイスチャットなんか、なってるな。ハープ。どうだ?今回のハープはそこそこ映るかな?で、こう地点乗りつつ、来てるやつやって、もう一枚やって、もう一枚入ってくるやつやって、まだ来ますね、これね。で、入ってくるやつやって、さあ、もうローテの時間なんで、こっちから回りましょうか。補充はできてるね。こいつやって、こいつもやって、で、空爆あるから、呼んじゃいましょうか。いや、ほんとやっぱ空爆のこの回転数よ、回転数。
高スコア呼ぶより全然いい。ショットガンか？リボルバーか？さあ、正面からいけるかな？こっちもジャミング焚きましょうか？オッケー。これ敵奥脇だね。お、手が。危ない危ない危ない。まだこっち来てると思う。危ない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 。まだ奥脇してるかな、ワンチャン。空爆で確認してみましょうか。29キル。うん。これ大丈夫？僕生きてるか？生きてるね。危なっ！危なっ！で、ローテーション？こっち行きつつ、敵のカウンター出されちゃったか。ちょっとここはね、次のポイントはね、こう e スポで勉強したから。こっち左のオブジェ取るのは絶対、絶対です。これ絶対。ここは木を潰して、敵が来る方向を、もう決めちゃう。これでもリスポン反対になってるかな？どうだ？誰か UAV 出してくれたらありがたいけど。こっち来ないですかね。ほら、そうですね。ってなると、センターか全部。あ、1枚来てる。お、2枚来てる、2枚来てる。お、危ない。OK。なんか、トマホーク飛んできた。危ない、危ない、危ない、危ない。トマホークは怖すぎるわ。空爆、当たるかわかんないけど、呼んどこ。OK、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 OK。で、正面かな？あ、そうだ。さっきの、これちょっと、ミュートしておこう。ボイスチャットね。そこ1階かな？やべ、センターこれいっぱい来るんじゃない？危ねえ！よう勝ったな、今の。ギリギリや。センター来るかな？オッケー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 。で、ここでちょっと詰めちゃって、こう角取ろうか。ここの定番ポジ。この角強いですからね。後ろ湧いてんな。どうだ？この2階倒したいね。こいつやって。あぶ、うわー !45 で終わってしもうた。まさかのデュアルハンドガン。なあ、なんだ今度。これ1デスした途端、急にこのデスが重なる現象、名前つけたいな。いやー、デュアルハンドガンはちょっと効いてないっすよね。あ、やべ。スティームと間違えてしまった。まずいな。最近ちょっと公開マッチでスティームショット使ってたから、悪い癖がついてるね。さあ、空爆。どんどん回しましょう。はい。お！まさかの？あれ？今の当たってない？やばいやばいやばい。うおー！なんだ今の。ストナーサーマルか。瞬時だったな。よいしょ。ペイチ。これ、後ろ来てっかな。回ってきてそうだな。こっちから。脇はしてないか。あのね、ここね、こういう見方、ちょっと一歩下がって、この、なんか、謎の植物の、植物に合わせるようにエイムすると、敵から見るとマジで全然体見えないんでね、最強ですよ、あのポジション。後ろ開いてんね。残り3秒だけども。あれ消えてるんだが。向こうか。オッケーオッケー。まあ、ゆっくり回りましょうか。なんか後ろが撃たれてるぞ。見えないけど、なんとなく。なんとなく撃っちゃう。さあ、残り時間、もう少しかな、これ。なんでー。いやー。マジ。前半あれだけデスしなかったのにね。後半になってね、こんなデスするっていうね。ほんと。やべ。削ったぞ。ナイス。まだ奥来るかな。いや、マジ、クリグはほんとこっちのサイトだな、僕。なんでなんだろうな。まだ来るかな？どうだかな？残りも、敵ローテしてるかな？なんか後ろいなかった？気のせいか？ Y の気のせいは大体いるんだけど、あ、終わっちゃった。残念ながら、ちょっと、スコアカウントならなかったけど。
はい、というわけで今回も無事ニュークリア取れました。というわけで、お疲れ様です。よかったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイチャー。